ってやんねんだもん。でも、あ、うん、僕の記憶の小田作間は、うん、あ、はい、あ、ちょっとどんな感じか見せていただいていいですか。小田作間、小田作間テイムフォーパンチ、テイムフォーパンチ、テイムフォーパンチ、うわありがとう、ありがとう。すごい。そうですね。でもまだちょっと時間がある。先輩。先輩。マジで先輩頼みます。マジ。お願いします。え、小田作間をやればいい。小田、そうですね。小田作間。知ってる小田作間のショーの感じ。ショーがどんな感じか教えてくれればいい。でも二人行ったから三人で行く可能性あります。すみちゃん鳥なの。じゃあお願いします。はい。はい。あれちょっと待って、あれ小田作間全然わかんない、なんかでも全然ピンとこない。いや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 、そのね、本人はあれって思ってるかもしれないけど、意外といい球掘ってるよ。うわ、まだあれもうないかな、さすがに。あの顔見ちゃったらちょっと振りづらいもん。あの顔見ちゃったらちょっと、私にはもう振らないでくださいねの顔してるもん。そんなことないですか。じゃあちょっとやってみていただきます。小田作間どんな感じだったか、小田さん知ってる小田作間どんな感じかちょっと教えていただいていいですか。こんなに手が震えたね。え、昔ね、別のイベントで会った時は小崎さん優しかったの。本当ですね。頑張れ、頑張れ。どうぞ。可愛いから大丈夫。大丈夫だよ。伸びる伸びる。いや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 、伸ばしてる。小田作間。ちょっと待って、それ伸ばしてた。伸ばしてた。伸ばしてた。あー面白い。うわー、小田さん、うわー、ごめんごめん。でも今ので今まで掴んでなかったファン層掴んだと思う。間違いなく今までのキャリアの中で掴んでなかったファン層、今ので掴んだと思うから、はい、頑張りました。頑張りましたもんね。さあということで